昭和7年に宗家澤山和文先生を創始者として我が日本に大阪で生まれました。これまで日本憲法の特徴とします多くの法案とともに新しい憲法として発足してきました。そのため実践性と安全性を兼ね揃え、思う存分力いっぱい突き打ち蹴りを持って打ち合い、踏みついては投げ輪から寝技にも転じ、都市各にも総合的な憲法をすることを可能にしてきました。ここで日本憲法の有効だというのをご紹介したいと思います。準備してください。まず本日試合形式をご覧いただきますが、高校生男子、高校生女子、そして青年男子の試合を予定しております。その前に高校生男子に日本憲法の有効な日本というものを紹介したいと思います。ではまず今年技からいきたいと思います。構えて面抜き、続けてください。面抜き、今面ですから試合ではございませんので、力の具合を調整されますが、はい、もう一度面抜きます。はい、続いてどん突き、はい、面の横打ち、はい、続けてやってください。面の横打ち、はい、面の横の浮きの胴ですね、横打ち、はい、そして上げ打ちいきましょう。面への上げ打ち、はい、はい、斜め打ちいきますか、はい、はい、続いて蹴り技にいきます。では突き蹴りでお願いします。
となりました。はい、先ほど両名は大正大西海高校と申し上げましたけども間違っております、失礼しました。関西内科学大学の選手です。本来試合は日本もしくは3分の3本取りとなっておりますが、本日は時間の許す限り本数勝負としております。続きまして高校生女子です。こちらが大正大西海高校の女子岡本琴音二段、そして鎌賀新名さん初段です。よろしくお願いします。あとしばらくです。